から首が辛いんですけど、うん、ひょっとしたらちょっとしっかり足とかほぐした方が首も楽になるかもしれないですね。あ、やっぱつながってる、ね、うん、そうそうそう、つながりで結構痛そうですね、この足ね、腫れちゃってますね、硬いです。いや、この、 あの靴ずれしたところは、あ、そうですね、ねあ、ちょっと、あ、痛いね、やっぱり、うん、多分こっち側が縮んじゃってるから足開いちゃうんですよ。へー、はい、要はこっちに余裕がないからこういう風に持ってきたいっていうか、へー、はい、だからこう、このラインかなと思いますね、より針が強いの、うん、叩きます。痛いですね、くすぐったい、くすぐったい、あ、もう軽くなくなりすぎですねじゃあちょっと先にここを押します、押しますっていうか踏みます、はい、軽めにします。大丈夫ですか？気持ちいいです。気持ちいい、はい、ここもくすぐったいんすか、うん、今日足やばいっすねやばい、やばいっすよ、ベッドとかだけじゃなく、なんか最近の生活の仕方問題なかったです？なんかいつもよりも運動不足だったとか。いやでもね、結構運動はしてる。逆にいっぱい歩いてる方なんですか？そうそう、歩いてる。じゃあ、それでですかね、歩きすぎみたいな。じゃあその靴が、要は歩き用の靴じゃないってことですよね、靴ずれしてるっていうのはそうですね、ニールとか。結構、あの歩いてて足がズルズルってなったりしません？こうちょっと横にブレるとか。ミュールとかって結構こう前後とか左右に滑っちゃうことあるんですよね。あ、であの軸が安定してない人が履くと結構あのグリって足首とか、うん、むしろ負担かかって、でしかもそれで歩いたりしてるとすごい疲れたり、あ、そうですね、そう、あの炎症起こしたりしちゃうんですよ、測定だったりとか、うん、それがまあすでに靴ずれもできてるし、はい、結構それであの凝りすぎて、はい、うん、ミュールとかって結構このマイスネ張るんですよ。ああ、そうそうそう、でそれがひどくなって今くすぐったいほどになっちゃってるのかもしれないですね。ああ、うん、あっち痛い、ちょっとね、あの思いがけずたくさん歩いちゃったなみたいな時は、はい、ちょっと丁寧にね、あのゆっくりお風呂入って軽くマッサージしたりとかできるといいんですけどね、うん、ストレッチしたりとか、うん、ほったらかしちゃうと割とその緊張が残っちゃって、うん、自分では大丈夫と思ってても、うん、結構あの影響が続くことがあります。あ、痛い痛い痛い、くすぐったくはなくなってきました？痛い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 、うん、多分まあ結構足疲れてると思います。やっぱりなるべく歩くんだったら歩きやすい靴にしないと良かれと思ってくすぐったい変な感じ、変な感じするなれないこれ。そうですか。ちょっとお尻とか押しましょうか。あっつあっつ。痛いですけどね。痛い。
おじさんどんな感じでやってたんですか。お尻はツボが多いからって言いつつ、はい、際どいところを。あ、そうなんですね。怪しいですね、かなり。こっちとかは狙ってないですか。はい。それ嘘ですよ。別にツボ多くもないし。そうなんだ。すごくないっすよ。リラクエの動画を見て、あ、なんか俺もマッサージしてあげるみたいな人が、あ、そうなんですね。あ、なるほどね。はいはいはい、モデルやってるから、はいはいはい、親切心で言ってるのか、スケベ心で言ってるのか、まあ両方あるじゃないですか。悪くしようとは思ってないと思いますよ。あ、そうですよね。こっちもくすぐったいですか。あ、左よりはマシ。どっちかっていうと痛いです。はい、痛い方が勝つ。ちょっと膝開くような感じとかないですかね。やっぱりちょっとミュールとかだと足の安定良くないので力入りやすかったりとか、まあこうぶれる、軸がぶれる感じになるので結構それで負荷がかかったりありますね。足の疲れとか痛みになっちゃうことが、でそこからやっぱり腰も、まあ、痛くなったりだるくなったり、っていう風になることも結構多いです。右の方が楽ですかね、どっちかっていうと。痛気持ちいい。痛気持ちいいぐらいで。ここくすぐったくないですか。ちょっと痛い。痛い。
りは足寄せやすくなりましたね。そんな気もします、うん、言うこと聞いてる感じが、うんうん、そうそうそうそんなに力入れなくてもまあ、うん、さっきだとなんかもうバッてめっちゃ開こうとするっていうのがあってそうバネ入ってるかのような抵抗感が足の長さ合わないですね。そんな気がします。合わないしなんか寄せにくいですね。すごいバッて開きますね。確かに抵抗がすごいなんか寄らないですよね。すごいすごい抵抗ありますね、うん、足首浮いちゃうしねえだったら、うん、まあどうですか。くすぐったさ減りました。あ、減りましたね、うん、痛そうですね、ここ、うん。だいぶふくらはぎも張ってる。結構痛いですね、どこもね。こっちも痛いですね。そうですね。ね、痛いですけどね。左も張ってるけど、うん、どっちかっていうと右の方が痛そうですね、この辺とかね。あ、そうですね、右の方が痛い、うん、痛いですね。そっか、右の方が多分こう、あ、なんて言うんだろう、ちょっとこう癖が強いんですよね。うん、うん、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。See you.